こんにちは。今回は岡山県からブレーカーの作業を減らすためにミニクラスの大割機で会場解体を行うそうです。早速入ってみましょう。こちらが現場の会場です。ミニクラス2台が要従されており、1台はブレーカー、そしてブレーカーの作業を削減するためにもう1台大割り機が要従され、現在は大割り機の作業中です。少しずつではありますが、このサイズ500ミリの柱を解体できています。鉄筋が出てきました。でしたでしょうか。大割り機を使うことでブレーカーの使用を抑えていました。この他にも住宅のベタ基礎の解体などにも活躍の場を広げられそうです。以上です。